皆さん、ウェルカメ、どうも、チャッティです。ついに、ついに、待ちに待ったモンスターハンターワールドが発売されました。いや、もう本当に待ってた、もう本当に楽しみだったゲームなので、もう今からやるのがワクワクで仕方ありません。もう早く体験担いで仮に飛び出したいって思っているんですけれども、先にどういう感じで今後動画を上げていくかちょっとお話ししたいと思います。基本的にはブラックエオンもまったりまったりカメペースで上げていきつつ、あとはフレンドさんたちとダラダラ集会所を回している動画を撮っていこうかと思っています。トーク力も動画編集力も乏しい新米ハンターですが、皆さんも温かい目で見ていただければ幸いです。それではモンスターハンターワールドやっていきたいと思います。スタート。はい、ということでハンターの作成キャラメイクにやってまいりました。はい、今回のキャラメイクはもうなるべくもう自分の顔に近づけたキャラメイクにしていきたいと思ってるので、女ですね、女の子を選択してキャラを作っていきたいと思います。これこれどう？いた？綺麗すぎだ綺麗すぎだし、ねえ、どうだよ。いや、だってさ、もう難しいんだもんな。これ以上ね、似せれないんだよね。いいんじゃない？これで。こっちの方が似せる。ということで、お母さんのお墨付きもいただきましたので、私の方のキャラメイクはこれで終わりにしたいと思います。お母さん曰くね、まあまあ似てるそうなので、多分似てるんでしょう私の顔一番見てくれてますからね。はい、じゃあ次に行きたいと思います。完了です。はい、お、名前の入力ですね。チャティでいきたいと思います。チャティの名前の由来なんですけど、私大学生の時になんかめちゃめちゃおかっぱだった時期があって、でそのおかっぱがなんか徐々に出てくるブチャラティっていうキャラに、あ、ショーあった、すごい似てたんですよ。でそれで周りの子に、これブチャラティに似てないっていう風に言われて、でなんかブチャラティよりもブチャラティブチャラティブチャラティチャティチャティチャティみたいな感じで、どんどんちょっと可愛くなっていっても、可愛くなったのかわかんないんですけど、で最終的にチャティになったっていうような感じですでそれからね、大学生の時にチャティってあだ名つけてもらって、それからゲームのキャラは結構ずっとチャティっていう風な名前にしています。はい、じゃあ確定チャティでいきます。はい、完了。お、じゃあ次はお供アイルですね。お供アイルの方も結構時間かかりそうなのでカットします。バッフェちゃんがいないな。バッフェちゃん、こっちだ。いるかな。お、バッフェちゃん、ここが食事場さ。バッフェちゃん、感動の再会、感動の再会。あ、あそこに。あー、かわいい。一
一番かわいい。あーめっちゃかわいい。ワッフェちゃん。あーかわいい。このサイズたまな。あーめっちゃ笑顔。あーすごい生意気な顔。頑張ったね。かわいい。ほー。なになになに。ぽーって。作戦会議の時間だな。はいはーい。行きまーす。おお、いい感じ。めっちゃいい家。うんうん。おお。あははは。かわいい。おお。いいね。そのアイテムボックスに装備がある。はいはい。好きな武器を装備しよう。オッケー。お兄さんとお揃いがいいから。いや、いいです。チュートリアルはいいです。お兄さんとお揃いの体験だよ。うん、いいね。これもうちょっとよく、あえ、これ回らないの？あ、あーいいね。おー、なんか武器の光沢もすごくいい。へえ、かっこいいな。へえ、よし、装備完了しました。体験でーす。うんふん、行くか。はいはーい。待ってました。はーい、ありがとう。うんふん、よろしくお願いします。相棒。うんふん、うんふん、うんふん。さあ行きましょう、新大陸へ。はーい、新大陸行きまーす。うんふん、うんふん。はい、終了しまーす。おー、すごい。じゃあ行っちゃいます。ジャグラスとこ大樹の森行っちゃおう。はい。おお、始まった。チュートリアル、次へ次へ。はい、 OK でーす。これどこから出発するの感じ、違うかな、今までの感じだと。あ、ここだここだ。 OK でーす。初狩り、初狩りだ。はいはい。おー、すごいすごいすごい。おー、クエスト始まりました。すごい。なになになに。いよいよ初仕事ですね。はいはい。それではクエストのルールを説明します。ありがとう。準備万全。え、このチュートリアルは本当に飛ばせないんだ。なるほどね。相棒。はいはーい、持ってったよ。ぴょん。ああ、お兄さん置いてくよ。攻撃するときは武器を構えろよ。はいはーい。脳刀時と抜刀時ではできることが変わる。はい、承知です。気をつけろよ。お？おい！何何？何かを調べたりアイテムを使ったりするときは武器をしまうのが基本だ。はいはい。採取物やモンスターの位置は多いって呼ばれちゃった。私が生態マップに書き込んでおきます。え？このお兄さんに合わせていかなくちゃいけない感じ？そういう感じなの？お兄さん、お兄さん進んで。おおおお。てかいいな、お兄さんその武器、これの次なのかな。いいな。蜂蜜があるな。お、取っちゃえ。これがあれば回復薬グレートを調合できるぞ。お、いいね。お、こっちだ。はいはーい。目的のジャグラスです。おー、いた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 。待って待って、ジャグラス何匹討伐するの？お前一人の力でやってみろ。うい、生き残れない。よいしょ、これ剥ぎ取れる？おお、剥ぎ取れる剥ぎ取れる。うわー、この感じ、この剥ぎ取る感じ、うわーいいなー、めっちゃ。よいしょ、よーいしょ、はい、いいねー。おっ、よきよき、剥ぎ取って、とりあえず剥ぎ取って、剥ぎ取って、
逃げた？マジで？モンスターの素材を集めておけよ。オッケー。加工屋で必要になるからな。大丈夫、もうめちゃめちゃ取ってるよ、お兄さん。お、なんかある。こっちだ。ここの奥にいるんです。オッケーです。お、ジャグラスの穴とか。あ、いた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 、いっぱいいたいっぱいいた。あ、当たらなかった。ショックー。よいしょ。はい、承知しました。よいしょー。よいしょー。攻撃力の高い近接武器。はいはい。隙は大きいが、その分威力は絶大だぞ。承知しております。はい。おお、ちょっとこのジャグラスを剥ぎたいんだけど。あ、ちょっと剥がせて。ああ。お願い。耐えるという手もあります。お願いします。剥がせてください。体力が低くなっています。離れて回復薬を使ってください。はいはーい。いや、ちょちょちょ、やばい、死んじゃう死んじゃう死んじゃう、ジャグラスに殺されちゃう。ちょちょっと、ほうほうほう、え、なんかすごいことになった。ほうほうほう、今がチャンスだ。おーおーおー、気を締めろよ。はいはい、承知です。吐かせて、よし、シャクシャクっと入れ、はい、あれ、こっち、こいつまだ入れないね。キュッ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 、入れ、はい、入れ、あーすごい、打ち得られる。よいしょ、飛ばしてと、はい、お、終わった。イエーイ。剥ぎたい剥ぎたい剥ぎたい、剥がせて。ちょっと剥が剥ぎたいんだけど。剥げた剥げた剥げた、いいね。やったー、いいね。なんか剥ぎ取れる。あ、これパーティーピッポ、パーティーピッポーゴケ。あ、これしか取れないの？まだ残ってんのに。お、なに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 、パーティーピッポーゴケ、なにこれ、なんか骨ゲット、うん、よしよしよし、なんかとりあえず取っとこう、取れるもん全部取っとこう、絶対後々必要になるから。よし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 、いいね。ん、なにこれ、おー、眩しい。あ、そういうこと？これクリックすると、おお、触ると何？光る系なんだ。あ、パーティーピッポー動きあった。取って、あー、終わっちゃった終わっちゃった。やったね、クエストクリア、ありがとうございます。いいね。やったー。これすべて売却するしかないのかな。アイテムボックスに、全部アイテムボックスにとかってないのかな。 OK。 お、音も何取ってきてくれるの。おお、太鼓の大骨、ね、ありがとうワッフェ。ありがとうワッフェ。あー、レベル2になったワッフェが、いいね、いいねいいねいいね、よかった。すごい、もうすでに派生ができるの。すごいなこれ。これできる。はい、お、おー、初武器の加工。おーおーおお、めっちゃ殴られてる。おお、出てきた。あ、すごい、すごい、普通に、武器の派生ここで分かっちゃうんだ。すごく便利。あ、すごく便利。すごいな、いいね。ん、いいね、ありがとうございます。いいね、どう、はい、おー、ということで、じゃあチュートリアルはこれで終わりなんですかね。多分終わったのかな。よし、じゃあ次回からは本格的に村クエ、ストーリークエストっていうのかな、やっていけるのかなと思います。チュートリアル終わった、よかったです。よし、じゃあ次回はケストドンは不穏と共に
のクエストからやっていきたいと思います。ふう、やっぱりモンスターハンター面白いですね。いやー、本当にグラフィックが綺麗、本当にすごい、引き込まれます。いや、本当に楽しい。いやー、これはずっとやってられますね。はい、それでは見てくれて本当にありがとうございました。次の動画もぜひぜひ見てください。それではバイバーイ。